プロ野球、西武は FA、フリーエージェントで巨人に移籍した野上龍馬投手の補償をして、巨人から3年目の28歳、高木勇投手を獲得しました。これは18日、両球団が発表しました。木投手は、社会人の三菱重工名古屋から、なる27年、ドラフト3位で巨人に入団し、した。すると、変化球が持ち味の右ピッチャーで、1年から先発ローテーションに入って、9勝、挙げましたが、3年目の今シーズンは、月に送りバントの際に右手の指を怪我し、長期離脱し、1勝にとどまりました。今、野上投手の FA での移籍で、西武、巨、2選手による補償を求めることがで、できる選手の中から検討を進めた。はて、チームの課題である先発投手陣を強するため、高木投手の獲得を決めたということです。高木投手は、巨人の関係や、アンとの出会いは大きな財産になつ。